皆さんこんにちは、小場翔です。今回ですね、前回撮影させていただきましたゴロゴネットさんに再度ねお邪魔させていただくこととなりました。まあね、もうねお約束もいただいておりますので、向かっていきたいというふうに思います。で、今日はね、なんかこのゴロゴネットさんで作られている新しいみんなのゴロゴのアプリですね、こちらをちょっともしかしたら見せてもらえるかもということで、まあ、皆様にお伝えできればなというふうに思います。じゃあね、行ってみましょう。すいません。あ、こんにちは。あ、大石さんどうも。あ、どうも、ご無沙汰しております。どうもありがとうございました。またカメラからの登場ですいません、よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。すいません、失礼します。わー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 、どうも。ちょっと引っ越し、はい、まだ引っ越してすぐでちょっと散らかって申し訳ありません。はい、ちょっと先にじゃあお一人、はい、今見えちゃったんで紹介するんですけど、はい、私の知人の辰野さんでございます。お疲れ様です。お疲れ様です。もともと起きた編集長を、はい、繋いでくださった、はい、実はなんとうちのチャンネルにもこっそり出てるというですね。はい、まあ、その動画は、まあ、皆さんは知ってると思うんですけど、公認から早稲田という、まあ、その時に、まあ、ちょっと知り合ってそこで働いてるということで、まあ、騒動があった後、はい、どうなってるんじゃいとですね、ちょっとまあごめんなさいね、言い過ぎて、はい、ご連絡いただいたので、たび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 ちょっと連絡をしてですね、まあこの国に立ったと。あ、で、今日編集長アプリを見せていただけるということで、はい、あ、はい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 、はい、ですね、今まだ作成 やっと形になったかなぐらいなんですけども、まず投稿サイトから、作ってます。ほうほうほう。で、まあ、スマホで見ることを前提なので、はい、ちょっと本来は縦長なんですけれども、うんうん、こちらですね。ほうほうほう。愛ちゃん、ぎょうさん、かわいらしいこれ今、はい、現状のゴロゴの、語呂合わせとイラスト、はい、そして意味となっています。こちら単語解説にするとその、まあ例文と例文訳、うんうん、そしてその一言コメントが入っているという形で、うんうん、今までものがそのまま出てます。なるほど。で、それをですね、こう新しく投稿できるとすごいいうことで、アイくん、アイくん編集長のオリジナルゴロがここで爆誕しています。アイくん、ぎょうさん、ぎょうさん、ぎょう、そもそもぎょうさんってあれ大丈夫なんですかね。ぎょうさんってまあどうなんですかね。アイくん、仰天、仰天、かわいらしいと。はい、さすがスムーズにゴロが作れますね。さすが長年の経験これですね、最新の新着順で、はいはいはい、かわいらしい、アイくん、仰天、かわいらしいと出ると。なるほど。で、勝手にまあこういいねを自分でつけちゃうと。これでいいねボタンとかで、こういいやつがわかると、はい、で、ですね、まあ今新着順で並んでるんですけども、はい、まあ、本来この横にこうタブで、評価順というのがありまして、なるほどなるほど。今あいみょん、あ、これいいのかな、あいみょん、まあいいとしてあいみょんの仰天かわいらしいというのが今、こう3人でこう入って、はい、なるほどなるほど、いいなと。なるほど、間違っちゃった、はい、っていう形で、投稿ができると。で、評価順でこう並ぶと、うんうん、でまず語呂合わせの方を皆さんにこう投稿してもらいたいということで、投稿サイトの方を制作しているという状況です。ね、進んでますね。思ったよりこの前お会いした時からだいぶ進んでてびっくりしました。 ありがとうございます、はい、永遠頑張っております。ちなみに、はい、クラウドファンディングって今いくらぐらいいったんですか。ですね、僕もちょっと見てくればよかったんですけどすいません、検索させちゃって。お、出ましたね、82万3000円ですかね。おお、はい、あと17万7000円。はい、おお、なるほどですね。もうちょっとなんですけれども、すごいですね。じゃあ概要欄にも貼っときますので、 ありがとうございます。ぜひ皆さん応援していただければ。よろしくお願いします、はい、僕も先生用の1万円のやつをやらせていただいて、あ、これですね、はい、先生教育士
あ、関係者向け。一人ってことはこれ僕だけですか、ね、はい、実は。難しい。そうっすか。1枚で15冊って結構こう塾とかにはめちゃめちゃ美味しいかなと思ったんですけどね。小テストももらえてと思って。なかなか、はい、塾の先生にこううまくつなげてない。まあ、そうですね。なかなかね、知らないというともあって。はい、あ、でも引き続きぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちなみに、辰野さん。はい。いいですか、話しかけて。はい。辰野さんは最近どうですか。ちょうど奥間の小林さんにちょっとご相談したいことがあったんですけど。ご相談？はい。なんですか。実はご存知か分かんないですけど、はい、ゴロゴネットの YouTube チャンネルがあるんですよ。ああ、聞きました。それこそ辰野さんからやってるって聞きましたよ、うん、何人ぐらいでしたっけ登録者。登録者が3000人ぐらいですね。おお、結構いるじゃないですか。ただ、はいはい、今どうしたんですか。まあ、例の騒動の後はい、一応それまで出してた動画とかを一回全部非公開したり削除にしたり。なるほどですね。まあ一応もう全部消しちゃってる状態なんですよ。なるほどですね。まあちょっとね、消しちゃったのは何とも言えないですけど、もったいないってないですか。そうなんですよ。何かしらこうやっぱりこれから新しくやっていく上で、まあ、何かしらちょっと使えないかなと思ってまして。でもなんかそれこそ、うん、そのクラウドファンディングとか、うんうん、その無料ではいはい、ゴロが読めるじゃないですか、電子書籍で、うん、あれとか宣伝とかしたらいいんじゃないですか。ああ、やった方がいいですね、やっぱ。うん、でもせっかく、うん、まあもちろん動画撮る労力もかかるんで、うん、やっぱこう編集長の指示も仰ぎながらだと思うんだけど思うけど、でもせっかく3000人いるならね、うん、うん、前お知らせしていった方が、前がどういう動画作っていったらいいかなで、うん、まあちょっと試行錯誤して、うん、まあ結構瞑想したりもしてたので、瞑想、まあ僕もね初期瞑想してましたんでYouTube まあでも全然なんか、まあ、軽いアドバイスぐらいだったらするんで。軽くなくてもいいですか。で出てもらったらいいですか。まあ、出てもらったらいいですか。でも出るのは別に大丈夫よ。いいですか。でこれでまたさ、ほら、うん、アプリこう編集長っつってこうやって来るからその時についでに撮るとか全然大丈夫。 ありがとうございます。じゃあそれちょっと、うん、あれクラファンっていつまででしたっけ編集長。ああそうです、4月28日までです、ね、もう4月なっちゃうじゃん、早く宣伝しないと。もうすぐ1ヶ月切ります、ね、4月なっちゃうよ、早くしないと。いやそうなんですよ。じゃあちょっともうね、せっかく来たんで、うん、この後お時間とかあります？あ、もちろん。あ、じゃあちょっと作戦会議しますか、ゴロゴネットチャンネル。ぜひよろしくお願いします。あ、お願いします。いや嬉しいな。せっかくなんで。はい、じゃあ視聴者の皆さんも、はい、じゃあ視聴者の皆さんも、この後会議をしたいと思いますので、はい、辰野さん入ってないです。あら、はい、じゃあ皆さんさよなら。よろしくお願いします。